はい、ガーヤンです。今日は武器神の、武器の、進化と合成その3、銃を検証してみたいと思います。はい、一番最初にですね、これは試練なんですけども、試練を選ぶと多分ですけれども、このフリントロックバスターを持ってると思います。そしてこのフリントロックバスターを、1回進化させるとパイレッツソウルになります。はい、これは簡単ですね。で、次ですね、このもう一回戻りますね。この一番最初に出てきたフリントロックバスター、これに古い歯車、これを合成するとですね、何ができるかというと、はい、こちらですね、ウエストリボルバーができます。はい、このウエストリボルバーができましたら、はい、次にこれがシルバーバレルに変化します。これ進化してシルバーバレルプラス1、シルバーバレルプラス2と2段階進化させたら、その次にゴールドバレルになります。はい、ここまで来るとですね、このゴールドバレルに、こちらキングスパレスですね。はい、キングスパレスをこのゴールドバレルに合成することによって、次の、はい、ヒュージキャノンになります。ここで、現在のところは今ランク、ね、星3つですね。はい、そして、先ほど出てきたウエストリボルバーですね、ウエストリボルバー、フリントロックバスターと古い歯車を合成してできたウエストリボルバーにですね、今度はウエストリボルバーにこちらダイナミックエンジン、ダイナミックエンジンを合成するとできるのが、はい、スリングシューターになります。はい、このスリングシューターはですね、はい、クリスタルシューター、そしてクリスタルシューター+1、それがエメラルドシューターになりますみたいな感じですね。はい、こういった進化をします。はい、そして最初に出てきたですね、フリントロックバスターから2枚目に進化するパイレーツソウル、これがですね、これとこのパイレーツソウルとこのスチームパワーですね、スチームパワーを合成することによってできるのが、はい、今度はこちらですね、フォースガン、フォースガンになります。このフォースガンが、はい、フォースガンプラス1、はい、クワッドバレルですかね、クワッドバレルですかね、になります。はい、みたいな感じで、現在銃はここまで検証しました。はい、ということで、これからですね、まだまだ、いろんな銃が出てくると思いますので、それをまたね、後ほど検証してみたいと思います。それではまた。